教育委員長は、かつて存在した地方教育行政の組織及び運営に関する法律によって定められていた地方自治体に設置される教育委員会の代表及び役職。2015年4月1日に施行された地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、教育庁に統合されて廃止された。教育委員長は、 地方自治体の議会に同意を得た上で主張に任命される5名の教育委員から個選によって選出され委員会の代表者であり会議における主催者であった。教育委員長が任命される際には職務代行者が置かれていた。混同されやすい事務執行の責任者である教育長は教育委員の中から教育委員会によって任命されるもので教育委員長とは 兼務できなかった。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正法が2015年4月1日に施行された。これにより、主張の任命責任及び第一義的な責任者を明確にすることを目的として教育委員長の役職は廃止された。教育委員会における代表者は、教育委員の5選ではなく、地方議会の同意を得た上で主張に直接、 任免される教育長となった。従来の教育委員長が有していた委員会の代表権と会議の主催権は教育長が持つこととなった。ありがとうございます。